はい、あれもしもーす節分と廊下の奥私が小学校低学年の頃の話その頃は平屋建ての祖母の家に住んでいて比較的広い家は 私と妹にとっての冒険の場所だった。そんな家でも日当たりが悪いとか物置だとかの理由でなんとなく怖い場所がある。祖母の部屋に続いている長い廊下のその奥も怖い場所の一つだった。突き当たりにお手洗い、押し入れ、その横に 祖母の部屋があるのだが、部屋は良くても、そのお手洗いと押し入れがどうしてもダメだった。狭い物置、広い物置、離れの物置。妹と二人で、冒険とかくれんぼ、鬼ごっこを繰り返す中で、怖くても、どこでも入り込めた勇気と小さな体は、 その廊下の突き当たりにだけは行けなかった。祖母の部屋に行くときは全速力で走って行って、その部屋にこもるか早々に走って戻った。決定的な出来事があったのは立春の前日。節分の日。大豆が大好きな私は、 いつも通り豆まきをする前からポリポリとつまみ食いをしていた。笑われながら、さあ行こうかと祖母に連れられて豆をまきに行く。豆まき中もつまみ食いは忘れない。物置、洗面所、台所。四畳半、仏間、子供部屋。 そして、例の廊下に向かった時だった。奥に何かいる。突き当たりの、ちょうどお手洗いに入るための曲がり角から、黒い大きなものが、半身を覗かせていた。子供ながらに、まずい、と感じて、廊下に進もうとする祖母を止める。鬼、鬼がいるよ。 鬼としか考えられなかった。保育園時代、先生が仮装した鬼に大泣きしていた記憶があったけれど、泣くどころか近づきたくない一心だった。多分、人の形をしていたと思う。けれど、人にしては体格も良く、天井までその頭が届いていた。 その体が何かどういうわけかうごめいている。呼吸するように心拍を刻むようにゾワゾワとした恐怖が背中を撫でて涙目になったのを覚えている。祖母は子供の冗談か 現実と空想の区別がつかなくなったんだと思ったらしい。そう。じゃあちゃんと豆まきしようね。と、しゃがんで目線を合わせてくる。豆をつかみ取る。廊下に向かって、そこに近づいて、投げようなんて思えなかった。もし、この豆があれに当たったら、 と想像すると怖くてたまらないお願いだからどこかに行ってくれますようにと必死になって廊下の手前に豆をまいた黒いものは動かないただそこに立ってこっちを見ているだけだった奥には祖母の部屋もあったけれど祖母は 怖がる子供を無理に連れて行くことはなかった。穏やかに手を引かれ、その場を去った。その後、あの鬼がどこに行ったのかはわからない。今でもあの廊下の奥は苦手だ。霊感診断。昔、 テレビで見た霊感があるかどうかの診断テストを思い出したので、皆さんにもやっていただこうと思い、ここに記します。自宅、もしくは実家を思い浮かべてください。なるべく鮮明に思い出せる方を思い浮かべてください。次に、思い浮かべた建物の窓、ドアを全部閉めてください。 押し入れや、戸棚なども含めてすべてです。次に、一度外に出てください。少しイメージしにくいかもしれませんが、ドアなどを閉める際に、最後、玄関のドアを閉めるようにしてもらうと、外に出やすいかと思います。最後にもう一度、すべての窓、ドア、押し入れ、 戸棚などを開けていってください。はい。たったこれだけです。どうでしたか開けていく際、何か見えませんでしたかというのも、この診断は、普段自宅というくつろげる空間をイメージしてもらった際の注意認識力を測るものです。 もちろん開けていく際に、家族、恋人、ペットなどが見えた方は安心してください。それがあなたにとっての日常であるため、見えただけです。問題は、知らない人、知らない生き物を見た方、あなたには強い霊感があるようです。普通の人間は、 自分の家を想像した際に家の中に知らない人、生き物などを想像したりはしません。というか、できません。だって、知らないんですから。少しお話をしましょう。どうしてこの診断をこの場にあげたのか、です。この診断、 実は昔テレビである芸人さんがしていた話なのですが、その芸人さん曰く、後輩芸人にやらせてみたところ、何かわからないけど、扉の裏に何かいるから開けたくない、と答えたそうです。怖いですよね。その後後輩芸人さんは霊感があったらしく、得体の知れない者がいることがわかったようです。 また、ある男性がこの診断をした際に、階段下のスペースに知らない人がいると答えたそうです。不気味に思いながらも、その日帰宅して、家に着き、廊下を通り過ぎ、階段も通り過ぎようとしたところ、階段下に、昼間に見た知らない人が本当にいたようです。こちらは霊的な何かではなく、 不審者だったらしいのですが、それもまた男性による霊視、あるいは未来史によるものだったと言われています。さあ、あなたには何が見えましたかちなみに僕には何も見えませんでした。ただ、少し不思議に感じたのは、戸棚の中に人の手首があったんですよね。 あれは何だったんでしょう光の魂の正体とはこれは私の友人の話である。これを友人 K とする。K は一人で帰っていた時、急に街灯がすべて消えた。 停電かと思っていたが、なぜか携帯の電源も、自転車のライトもつかなかった。周りを見ると、奥の方に明かりが見えた。明かりの方に行くと、サッカーボールくらいの光の塊が浮いていた。それに触ろうとした時、誰かから声をかけられ、振り向くといつもの帰り道だった。 そして、声をかけたのは、警察官だった。歩道の真ん中でずっと止まっていたので、声をかけたらしい。その日の夜、寝ていると、こっちだよ、と声がして、窓を見ると、光の塊があった。その光が近づいてきたとき、 カラスが塊にぶつかった。その時、光が消えた。その夜、夢で光の塊が迎えに来る夢を見た。朝起きたら、カラスが家の前で死んでいた。怖くなり、お母さんに昨日会ったことをすべて話したら、すぐに山奥にある神社に連れて行かれた。 そこで仙人みたいなおじさんにお母さんが説明した後、おじさんはびっくりしていたが、すぐにお祓いをしてくれた。その日の夜、お祓いに行った。神社は火事にあったらしい。そして、お祓いをしてくれたおじさんだけが亡くなったらしい。ケイは怖かったけど、 それからは何もなかった。後から知ったことだが、警に声をかけた警察官も亡くなっていたらしい。死因はわかっていないらしい。光の塊の正体とは。